75歳以上の高齢者がパス無料？わしにはこいつがあるから関係ないな。高齢者等バス無料化実証運行は来年の3月31日まで実施しているもので、路線バス、市営バス、コミュニティバスを市内で乗り降りした区間の運賃が無料になる制度です。対象となるのは75歳以上の高齢者のほか、ご覧の障害者手帳をお持ちの方、そして付き添いの方です。定期的に病院に通っている方や朝一に出かけている方などにはとてもお得な制度。また市ではこの制度をきっかけに外出の機会を増やして健康づくりにも役立ててほしいと願っています。さて勘次郎さん、オートバイがあるので関係ないと言っていますが、困ったことが起こりました。赤倉温泉の旅館に嫁いだ娘さんから3日ほど子供を預かってほしいとお願いされます。その孫の花ちゃんからどこかに連れてってとせがまれてしまうのです。困ったな。出かけるにもバイクに2人乗りはできないし。勘次郎さん、ヒントです。おお、これでどこかに行けるかもしれない。勘次郎さんは子供の頃住んでいた上馬場を花ちゃんに教えてあげながら、上小沢の大滝荘まで出かける計画を立てました。何時のバスで出発し、大滝荘で何をして帰りの時間を決める。勘次郎さんには少し面倒のようですが、ちょっとだけ頭の体操です。今日は大滝荘というところまでバスで行くんだよ。大滝荘ってどこにあるの？滝が見れるの？さあどうかな。おじいちゃん、すごく高いところ走ってるよ。じいちゃんの子供の頃はこの橋はなかったんだ。歩いてこの下の川まで下ってまた坂を登らないといけなかったんだよ。歩いてどこへ行ってたの？学校だよ。上馬場小学校っていう学校があって、そこにみんな通っていたんだ。この辺も随分変わったね。見て見て、おじいちゃん、田んぼだよ。だんだんになっていて綺麗だね。久々のふるさとをバスの窓からゆっくりと眺める勘次郎さん。花ちゃんに喜んでもらえて嬉しそうですね。バスの旅は周りの景色を楽しめるのがいいですね。さあ、着いた。大滝荘だ。あれ？滝ないよ。それはご飯を食べてからのお楽しみじゃ。大滝荘は上小沢にある山村体験交流施設。ここでは食事のほか、お風呂、宿泊もすることができます。勘次郎さんたちは大滝荘おすすめの一品、大滝セットを注文。小そばを使った二八そば、棚田で採れたコシヒカリで作った押し寿司、季節の天ぷらなどがセットになっています。大滝荘の周辺を散策することもできるのですが、勘次郎さんは
ちょっと冒険するみたいです。さあ、幻の大滝まで出発じゃ。楽しみ。というわけで、二人は坂を登り、さらに登り、山の尾根を伝って幻の大滝へ。わあ、すごい眺めだね。今日は曇ってるけど、花ちゃんのうちの落下倉はあの辺だよ。すごいね。苦労してたどり着いた幻の大滝、その名の通り谷間にひっそりと流れを見せていました。おお、疲れが取れるの、花ちゃん。そうだね。テレビの前の皆さん、今日の足の工程はこの通り。いかがですかね。ぜひお試しください。ちなみにバスの運賃は2人とも無料なんだよ。勘次郎さんは76歳、花ちゃんは市内の小中学生に配布しているジュニアパスの制度を使えば運賃は無料になります。勘次郎さん、制度を上手に使いましたね。食事代、入浴料だけで一日を楽しんだ二人でした。皆さんも今回のバス無料化事業を活用して出かけてみてくださいね。ありがとう、おじいちゃん。明日はどこのバスに乗るの？